ではお待たせいたしました。続いてのバンドです。小島カルテットさんです。お待ちください。失礼いたしました。では紹介文読ませていただきます。精一杯演奏します。お楽しみいただけたら幸いです。それではお楽しみください。小島カルテットさんです。よろしくお願いします。
い、ありがとうございます、小島カルトテです。よろしくお願いします。ただいまお送りしました曲は、グッドラックという曲でございまして、ピアニストの石田博司さん、石田博司さん作曲の曲でございます。まあ、なかなか早くて大変な曲でございましたけれども、はい、まあ、お楽しみいただけてたら幸いです。そうですね、じゃあメンバー紹介をいたします。まず、オンテナーサックス井上雄介、はい、素晴らしいソロを弾いてくれております。はい、続いてオンピアの竹中慎羅、トム&ジェリーの T シャツが大変可愛いですね。はい、オンベースクレマス吉治、明日から東京でインターンシップがあるそうで、まあ、多忙の中来ていただいております。で、私が、このバンドのリーダーでございます、小島拓人でございます。よろしくお願いします。はい、では早速次の曲に参ります。続いての曲はですね、まあ、ドナリーとかのコード進行の元になった曲でございます、バックホームアゲイン・イン・インディアナでございます。
インディアナお聴きいただきました。続きましてはちょっとテンポ遅いテンポの曲をやります。ストールンモーメンツの中になぜかちょっとイスラエルが混じってる曲をやります。それでは3曲目お聴きください。
イスラエルが入ってるやつでした、はい。まあ、ちゃんとしたアレンジというよりはなぜかピアニストがちょけてイスラエルを始めるという感じのやつでございます。はい、楽しい時間は早いもので次が最後の曲となってしまいます。はい、じゃあ今一度メンバー紹介をします。テナーサックス井上雄介、ピアノ竹中慎太、ベース堀松義晴、ドラムは、小島拓人がお送りしました。はい、そうですね、まあ、明日15日は SJC2 日目なもので、まあ、私も行きたかったんですけど、まあ、ちょうど浅草サンバカーニバルというのがかぶっててですね、で私はあの地元の北海道のサンバチームに所属しているもので、まあ、そこの浅草で明日はサンバをしてきます。ということで、まあ、こんな感じで、まあ、私はとてもサンバ愛が強いわけでございますけれども、次の曲はですね、モーメンツノーティスのサンバアレンジというのをやります。はい、まあ、それでは最後の曲はモーメンツノーティスサンバアレンジです。ありがとうございました。
とうございました。小島カルテットさんでした。はい、ありがとうございました。